2006年 WBC での超新山超新山、1976年10月31日体は、台湾の台東県出身の元プロ野球選手、右投げ右打ち、相性はターザン。リーグで最初に2000アンダーを達成するなど、CPBL にて数々の功績を残し、台湾の司法とも称される。台湾体育学院を卒業後、1996年に、 c p b l のアジゼンドラゴンズに入団。入団1年目から主軸打者として活躍し、新人王に輝く。1997年から1999年までの3年連続優勝に貢献するものの、アジゼンの解散により、2000年にコーノブルズに移籍。2004年アテネオリンピックの野球チャイニーズ台北代表に選出された。 2005年のアジアシリーズにも出場している。2006年開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北代表に選出された。同大会では阪神タイガースの林武介に4番を譲るも5番指名打者として出場した。同アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では 優勝を果たした。2008年北京オリンピックにも野球チャイニーズ台北代表で選出されたが、和田によるドーピング検査で陽性反応が出た。そのため北京オリンピック本戦の試合に出場できず、チャイニーズ台北の予選ラウンド敗退の一員として挙げられたりもした。本人は陽性反応は服用している不妊治療剤が原因だとして、 競技力向上のため恋でドーピングをしたのではないと主張したが受けられず、オリンピック後、アイブフから1年間の国際大会出場禁止の処分を受けた。2010年11月に開催された杭州、アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では準優勝を果たした。2011年、統一セブンイレブンライオンズに移籍。 2013年8月9日の大兄弟エレファンツ戦の9回にこの日2本目の安打を放ち台湾9回初となる通算2000本安打を達成した2016年1月22日に四国アイランドリーグプラスの徳島インディゴソックスへの入団が発表された長は統一からのコーチ就任要請を断り以前統一の監督だった 中島明氏が監督を務めていることが決め手になって、徳島に入団した。台湾メディアは、台湾球界への復帰が目標と報じている。徳島では53試合に出場、打率、236、24打点、3本塁打の成績で、シーズン終了後に、対談の意向と報じられた。報道では、台湾と違って試合日程がまちまちだったことや、 バスでの長距離移動などでコンディションを整えられず、最後まで調子が上がらなかったと徳島での選手生活についてコメントしている。2017年1月31日、昨シーズンの契約満了に伴う対談が正式に発表された。対談発表に寄せたコメントで、徳島インディゴソックス球団とは、今後も関わりを持っていきますと記し、時間的余裕のある時には、 選手の指導を行いたいという意向を示した。2017年8月28日にオーストラリアンベースボールリーグのアデレードバイトに所属することが発表され、9月13日に入団会見を行った。背番号は49。ビエルではシーズン全40試合に出場し、打率2834本塁が26打点の成績を残した。 この年チームは最下位に沈んだが、1月27日に行われたシーズン最終戦の最終打席で劇的な満塁ホームランを放った。ベンチに戻る際には目頭を抑え、チームメイトから熱く祝福を受けた。このプロとして最後の打席、最後の本塁打でチームを対象へと導き、オーストラリアでのシーズン、また22年間にわたるプロ野球選手生活を終えた。また、 この打席は、BL 公式サイトによるチームのシーズンハイライトに選ばれた。2018年2月2日に会見を行い、社会人チームの台湾人事へと入団することが発表された。入団に際してはセレモニーが行われ、現地では台湾での競技復帰が大々的に報道された。また、合わせて2018シーズンをもって競技から引退することを発表した。 9月3日には台湾人事と日本の独立リーグベースボールファーストリーグとの交流戦が開催され来日その中で井川慶と一打席限定のレジェンド対決が取り行われ右声2塁打を放った9月23日に台湾の台北市立安ボー球場にて引退式が開催されたセレモニーでは台湾時代の恩師である女性名監督の未亡人である 社栄養より、花束が贈呈され、互いに涙を見せながら、競技人生に終止符を打った。引退後、オーストラリアンベースボールリーグのブリスベン・バン・ディッツより、コーチのオファーを受け、11月よりコーチとして、チームに合流した。また、ビエールの2018年から19年シーズンに先立ち、コーチ研修として横浜 DNA ベイスターズ、周期キャンプに参加。 指導者としてのキャリアを開始した。2020年からはアジーゼンドラゴンズの打撃コーチに就任した。台湾球界での通算本塁打数と打点トップの記録を持つ台湾球界のトップに君臨するスター選手である。広角に打ち分けるパワフルな打撃を特徴とする。ありがとうございます。